You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know. どうも、こんにちは。ワイルドファームです。チェーンソー作業をするときに必要な体を守る道具の紹介です。まず、ヘルメット。そして、イヤーマフ。と、メガネ。そして、手袋。と、チャップス。と、強化プラスチックの入ったブーツになります。これがキックバックを起こした時のチェーンブレーキの、これが前に倒れていると。
とまあこんな感じで丸太一本からチェーンソーで椅子を作ることができました。ちょっとここの音声ちょっとね小さすぎて入ってなかったんで僕のナレーションでカーバーします。今回のカービングではキーンのブーツを使いました。こっちは親父のなんですけどもう12年ぐらい使ってるみたいです。でもまだまだ現役で頑丈みたいですね。自分は小さい時からずっと親父がチェーンソーアートをやってるのを見てたんですけど、実際に自分が手にチェーンソーを持ってこうやってチェーンソーアートをしたのは今回が初めてなので、すごいいい経験をさせてもらいました。まあ椅子を作ったんで、まあ、アートになってるかどうかわかんないんですけど、結構ただ垂直に切ったり水平に切るだけでもチェーンソーの奥の深さが見えてすごく面白い分野だなと思いました。今度は彫刻にもまたチャレンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。